勝負に向かう選手たちに常々言うのは、短い期間で得る成果、結果に飛びつくなと。身体能力を上げたければ適切な負荷を定期的継続的に与えること。トレーニングというのは可逆性という性質があるんです。そして立ち上がってまた、はい、立ち上がれって言ってるんですよ、ノック言ってる監督さん。これ何してるんですか。完全にもうトレーニングです。トレーニングにしてます。なぜトレーニングにしてるかって言ったら、軟部組織が柔らかい体におっちゃんおじいちゃんのようにいる。準備運動必要ないですよ、いけちゃうんです。5分あれば。毎日行っている体を動かしている人は、我々は別ですよ。我々おっさんはちゃんと練習しないと怪我しますけど、筋肉の温度なんかすぐ上がってきます。実際筋温上昇って、我々の黄色人種って10分から15分あれば十分筋温が上がっていきます。筋肉の温度は、なんで筋温を上げる必要があるのかっていうウォーミングアップなんですけど、筋肉の性能はこう筋繊維が収縮してるんですけど、この滑らかさですね、筋肉って温まってないと性能を発揮しないんです。これ研究者の中でしっかりと出てます。10分から15分かかりますよ。我々日本人、黄色人種と言われているアジア人と言われている人たちは、なんで10分15分になると深部筋温が39度に上がるんですよ。39度ですよ。筋肉の温度は摩擦を起こして自家発熱機能があります。お風呂に入っても10分15分では39度まで上がらないです。サウナに入っても表面温度ですね、こういう腕とか細い筋肉だったら39度までサウナとかお風呂で上げることは可能なんですけど、もっと体幹部やお尻や背中のようなこの大きな筋肉の深部筋温ですね、一番骨に近い部分で運動が一番動かすことです。動かすことでベスト筋温39度が一番性能が良くて、収縮が滑らかになる、脳からの指令が一番行きやすくなることということが研究者はずっと言ってるんですけど、我々に落ちてきてない、ちゃんと伝えてないです。私たちが悪いんですね。繋がないといけないです。選手や現場でやられている指導者の方に、筋を上げるためには10分から15分普通の人だったらかかりますよ、39度に上げなくちゃいけないんですよ。これが中学生や高校生、大学生毎日やってると5分から10分に変わります。運動習慣がある人はもう5分10分あれば筋肉の温度は全然上がります。そのためには動かすことが必要です。ランニングしてます。ウォーミングアップとしては適切ですか。筋温上昇で考えてみてください。私をサーモグラフィーで見てください。私が39度に10分走った、15分走ったところで上がるのはふくらはぎだけですね。ふくらはぎで温められた血液が全身を回っているので、脳が体が温まったと勘違いをして汗を出します。でも筋肉の温度はこのふくらはぎしか上がっていないです。前から見てもちょっと膝周りぐらいしか上がってないです。だってここしか動かしてないですよ。僕さ、よくロープワークしますね。めちゃくちゃずっと飛ばされてるんで、めちゃくちゃ上手になってるんですよ。ほぼ飛んでないんですけど、ずっとです。ここら辺しか温まってないです。で、シャドウやるんですよ。で、キャッチボールやるんですよ。いやいや、あなたの性能、全身のウォーミングアップできてないじゃん。こんなこともありますね。ウォーミングアップから私は指導していきます。筋温を上げる筋というのは全身を使わなくちゃいけないということです。特に肩周り、背中、胴体周り、股関節、太ももの前、後ろ、ふくらはぎという筋肉の筋温を全身を上げていくってことが大事になっていきます。なので全身運動をしないといけないですね。そこしか使わないじゃんじゃないんですよ。絶対に全身運動でボールを投げるのも打つのも、アーチェリーの選手でも全身トレーニングをしてます。それじゃないと我々の体は性能を発揮しない。基礎ベースです。筋温を上げていくためにウォーミングアップしてますよ。もう一つはウォーミングアップなのでトレーニングにしてるのは何かって言ったら、私たちの体っていうのは運動連鎖っていう言葉があるんですけど、脳、筋、骨、脳、筋、骨、これが運動連鎖です。私たちの脳は背骨を通して末梢神経があって、この先に筋肉があるので、で骨を引っ張ってるんで、脳は何をしているかって言ったら筋肉に対して縮めって言ってるんですね。で脳が筋肉に対して縮めって言ってるので筋肉は縮むんですけど、何をしているかって言ったら縮んで骨を引っ張ってるんですね。骨を引っ張ったら何をしてるかって言ったら、骨を引っ張るから関節が動く。これが私たちの動き、運動になります。当たり前ですよね。当たり前なんです。なのにトレーニングを筋トレしかしない人がいるんです。重たいものを持ったら筋は強い力を発揮するようになります。これを筋力トレーニング、
負荷をかけてかけてかけて筋損傷を起こしていくと、そこにタンパク質アミノ酸を入れると筋は肥大していきます。そうすると筋は太くなって強い力を出せるようになります、部分的に。でもスポーツ選手のアスリートの動きって脳からの指令で縮めなんて、パンチをこうやって出してるみたいなんですけど、パンチを拳を当てろと思ってる脳から指令出てるわけじゃないです。脳は筋に対して縮めなんです、筋に対して縮めなんです。結果こいつは相手の顔に対してまっすぐ行ってますし、ボールが飛んでくるものに対してキックをしてますけど、脳がやってることは必要な筋繊維に対して縮めという筋肉縮めという指令しか出てないんですね。なのでこいつがいい指令を出さないと動作はガタ落ちなんですよ、というのも使えないんです。なので脳トレしなくちゃいけないんですよ。脳トレ、筋トレ、骨トレが必要になると。筋肉だけ発達したらどうなると思いますか。剥離しますよ、骨折しますよ。疲労骨折を起こしている中学生高校生たくさんいますよ、ね、筋が引っ張って骨から剥がれることを剥離と言います。ドーン、強い力を出した時に骨折する、頭球骨折も確実にそうなんですけど、合ってないですよ。手っ取り早く、ここにもありますけど、機械が電気刺激を与えて筋を活性化するって言うんですね。加圧トレーニングが悪いわけじゃないですよ。加圧トレーニングで一時入りましたね、10年ぐらい。加圧トレーニングをして血流制限をして筋肉をたくさん使うと筋の出力が上がります。なんでいいものなんですけど、実際負荷かかってないですよ、骨に。なんでアスリートに本気にトレーニングをああいう手っ取り早いものですると、この運動連鎖が悪くなる、運動連鎖がずれてくると絶対怪我が起きます。徹底的にやるとよくわかります。なので上手な使い方を私たちは伝えないといけないってことです。だからそのためには勉強しなくちゃいけないってことになりますよね。脳筋骨、脳トレってどうやってやるの。ウォーミングアップの中に入ってきます。ウォーミングアップは筋を上げていくんですね。今からその時に自分の体って本当に自由自在に動かせますか。自分の体をしっかりコントロールしてますか。本当に自分の体を繊細に扱えてますか。本当にあなたは自分の体を思い通りに動かせてますか。私が動きます。私が動いたことは目で見るので認識してるはずなんですね。どうやればいいかは目からの情報で入れます。頭の中でイメージします。そして筋に対して収縮指令を出します。それがずれてるっていうのはどういうことなのかってことですね。たくさんずれます。これできる人なんか、最初からできる人なんかほとんどいないです。いいんです、いいんです。これをただどんくさいとか、ただ運動神経が悪いとか、わけのわからないことをたくさん言うんですけど、これをきちんと説明をしながら、理解をしながら、未だに世界のトップの選手も苦しんでいます。今日はそこをウォーミングアップで肩周りから全身を動かしながら、自分の体を動かしながら、本当に自分の体コントロールできてますか。自分の体が繊細に扱えないのに、まだまだ扱いきれてないのに、本当に技術習得できる、もうちょっとレベルを、自分の身体能力、コントロール能力を上げようよということになります。これ体力要素です。実際に高知性という言葉になるんですけどね、海外ではヨーロッパ系ではコーディネーショントレーニングということが流行っています。何かをしながら何かをしますよということなんですけど、自分の体がいわゆるコントロールできてますかっていうところになるので、今日はちょっとそこの実技をお見せしますので、どれぐらい動けるかチャレンジをしてもらいたいなと思います。さあ行くぞ。難しくします。スキップなんですけど、片足はランです。さっきのスキップの右足に左位置、指先を下にして肩甲骨を使って腕の付け根を回して、言葉で言うとこれだけですね。はい、行きましょう。ダラン垂らして回す、そう回す。筋肉を使いながら、筋肉を使いながら筋を上げていくので、いろんな動きを組み合わせた方がいいです。いろんな動きを、特に上肢を扱う競技はねじりも入るし、肩甲骨の動き、胸郭の動きも入るし、まあ、すぐ前斜め足の動きに合わせながら、大きく動いてという言葉ですね。上手に動いて、目で見たものを思い出して、リズムは必ず見せた方がいいですね。スキップで肘が前回し、後ろ回し、前回し、後ろ回し、前回し、後ろ回し、前回し、いつもより多く見せています。はい、
腕を回すなんて、これ複合運動ですね。自分の動きが全身運動であればあるんです。なのでウォーミングアップは移動が基本です。その場でやることもたくさんあるんですけど、移動するってことはすごく難しいことだし、その場で止まるよりも動くんだったらその場でもいいんですけど、ちょっとリズムを作りながら動かす方が身体能力は上げやすい。その方が上げやすいです。スライドステップっていう言い方をするんですけど、足がフットコンタクト、足の裏が地面につく瞬間は一歩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 この中で動いていく。トン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 。できるだけ背中を使いたいんで、後ろで後ろで肩甲骨を使っていきます。お尻の後ろ、頭の後ろ、お尻の後ろ、頭の後ろ。フットコンタクトが2本になってますね。そうです、そうです。スライドステップ、そうです。私の動き、言葉も一つじゃないですか。でもやってること全然違いますよ。そんなもんなんです。だからこれをできないから悪い、お前何やってるんだっていうのは違うと思うんですよ。違うと思うんです。自分の動きを、自分の体を少しずつコントロールしていこうよ。コントロールしていこう。だから繊細にコントロールしていく。皆さんがやってる競技はもっと難しいんですね。絶対にこんなことじゃないんですね。これやったことがないから、ただ披露してるだけです。大丈夫です。胸郭、胸郭っていう言葉がしなりを生むだとか、走る時だとか、大きな動きを出すときによく言われると思うんですね。野球でもボクシングでもしなりを出す、下半身の力を上半身につなげるとき、もしくは末端を走らせるときに、この胸郭の硬さ、柔らかさって言われて、よくやるエクササイズが悪いわけじゃないですけど、移動中にできないんですね。移動中にできない。まず確保してストレッチを入れて筋肉の性能を良くしていったら、動きの中で出したいので、移動しながらっていうことを出していきたい。やっちゃってみます。左足が前前、このアクセントグングン、アクセントをちょっとずつ。移動方向が横になるだけでコントロールが必要になってくる。非常に難しいです。地面を押しながら、地面を押しながら、左足パンパンパン、こっからパン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 、左足パンパン、手足が下になってます。誰でもできるようにはなります。できるようになります。動作経験なので、自分の中でこの段階がすごく大事で、頭が混乱しましたよ、どうなってるのかわからない、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 あ、こうかな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 、この過程が神経系トレーニングになります。右足なんとかちょっと行ってみますか。立派なトレーニングですね。体操じゃないですね。動いてるつもりが胸郭ではなくて腰でやるから、腰の極突起が当たるんです。実際腰骨が動きすぎて当たっちゃうから腰痛が出るんですね。腰痛がです。胸郭周りが硬くなる、股関節のこの付け根が硬くなると腰痛がたくさん出てくる。腰で動いてしまう。動くべきところは徐々に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 末端まで全部の関節が動かなくちゃいけないのに、一個の関節がガチッと固まってしまうと、その上下が動きすぎてしまうので関節に負担がかかるってことは、これ我々の中で当たり前のことなんですけど、胸郭周りのアプローチは実際部活動とか高校大学生のアプローチで少ないですね。非常に少ない。なので胸郭周りを作る。そうするとこっから下の動きが出てくるわけですね。よく見てください。こっから下です。腰ではなくてこっから下。言えることは、溝落ちから足を動かせ、トントン
腕が絶対に必要になってきます。見えますかね。連動、上半身とか足の連動がないとツイスト動作は生まれないですね。意識はここだけです。引く、右を引くと反対です。ここパンパン、ここもグラディです。パンパン、フッパンパン、つま先が向くだけ。自然と自分の体をコントロールしようとしてますよね。してますよね。そう、機材必要ないですよ。スペースも必要ないです。実際1、2、3、4、5、6、7、8名セオンの音と名前は。よし、バックアゲイン。一番後ろにいたのでなんとなくやってましたよね。成果発表ですね。見られてるんです、見られてるんです、見られてるんです。上半身しか動いてないです。いよいよ、そうそうです、ナイスです。動きが良くなりましたよね。これがパフォーマンスは人から見られてるような感覚を持つってことですね。高校生大学生めっちゃあります。そして急にリングに上がって急に試合会場行って見られてるとビビるんですよ。俺のこと見ないでとかって言ってる人いるんですけど、それは勝負じゃない。見られるのでいかに自分の動きをまず自分で見るかで見せてる。なのでお前スマホの使い方間違ってるわってよく言ってるんですよ。撮れ撮れ、自分の動きを撮れ。なんならやってる最中に自分の動きを撮ってるような感覚を持たないといけない。ただやってると自分の動き見れない。人が気になる選手ってたくさんいますからね。自分の動きってどうなってるんだろう。いっちゃうか。もう疲れてるのに。ゴー。すごいコーディネーション、身体能力必要ですね。難しいですね。間だけでいいよ。間だけでいいよ。サーゴー。こうやって動作経験をしていくので足をきちんと付け根から動かすという感覚が身についてくるんですね。足を末端でこうやって動かすからここで力を発揮するんです。だって我々の体はどん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 力を出すところは中心に持っていかないと動きが小さくなる。末端やろう、末端でばっかり力を出そうとするから負担がかかるわけです、ね、もっと中心から、もっと中心からはトレーニングの中で出した方がアクセントがつけれる。よし、アクセント一発で。全身を使ってるんです。全身をバン、右より右より、右より、この全身運動を出すときによくキレがない、スピードがないって言ったときに使い方が良くないからキレが出なかったりコントロールができなかったりします。ただ単純に今胸郭周りを使ってきただけですと、引いてるだけです。足何もしてない、ただ接地を合わせてるだけです。左、難しいですね。嫌なやつですね。楽しい。意識して動くと筋は自然と上がりますよね。全身を使っていけば絶対に筋温は上がってくるんです。だったらただ体操するよりも、ただ体操、人に体操するよりも自分の体をコントロールするフットコンタクトやリズムや
ちょっとリズムを変えるだけで、リズムを変えるだけで動きの質が変わってきますので、一回水分取りますか。全方向です。股関節、関節可動域、そうです。身体コントロール、ナイス。そう、反対の肩に向かってトン、胸まで、斜め、左足、こういう言葉を使います。前にあるライン、フロントライン、自分のフロントラインを作れ。前にあるラインを作れ。バックライン、自分の後ろにある目に見えない後ろにもラインを作れ。バックラインが崩れてるよ、バックラインが崩れてるよ、バックライン崩さないで。フロントラインが、フロントラインが崩れてるよ、崩れてるよ。フロントラインとバックラインを保ったまま膝が肩にタッチ、肩の後ろにタッチ、行こう。いいですね、さすが。お兄ちゃんレベルが高いよ。いけるいける。そう、素晴らしいですね、素晴らしいですね、素晴らしいです。というように、何かやろうとしているときに意識レベルを上げていく、そのためには聞く能力を上げろっていう、高校生大学生には常に言うんですけど、聞いてないんですよ高校生大学生。絶対にそんなのがいっぱいいます。それは聞く能力を上げるってことに意識を持たせないと改善しないので、お前は聞こえてるだけだっていう言い方をするんですけど、聞こえているけど聞いてない。その証拠に、じゃあ右足から行くよ。今みんなから見て右足、こっちですね、みんなから見て右足、前前見せます、よいゴーっつったら、左から上げるやつがいるんですよ。左から上げるやつがいるんです。よかったな、ほらっていうところだ。なので聞く能力を上げるためにわざとやっぱり話をする、時間を設けるだとか、言ってる、やってる時にパッと言ってる、言って聞かせるだとか、そういうことを上げさせることのアプローチも結構します。そうしないと聞かないから意識が降りてこない。意識レベルが低いと何やってるかわからない。そうなるとそのトレーニングの効果がなくなってくる。さっきの可動域を出します。見て、左足は地面を押してるだけ、トントン、前斜め横、右足が斜め横、そう前座しないように地面をしっかり捉えて、そう押しながら押しながら、そうしじゃし、ぶれないぶれない、体がぶれない、そうフロントライフじゃない、真横、前斜め真横、大丈夫。なぜ動きの中でパフォーマンスが落ちるか、自分の体がコントロールできてない。なぜコントロールできないか、自分の体が思い通りに動かない。バランスを崩す、バランスを崩すというのはグラグラもこれ全部です。自分の体が安定してれば楽に自由に動いてる感がありますよね。どん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 崩れていきますよね。なんで崩れるの？あ、俺の可動域がないから、可動域がないから体がどん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 崩れていく。いや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 、タイミングが合ってない、タイミングが合ってないから可動域が悪い、タイミングが合ってない、コントロールができない。それぞれです、それぞれです。絶対に崩れる要因は一つではないです。人それぞれ、自分で気づかない。左足、どこどこ筋が高い硬いとか、どこどこ筋の可動域が悪いとかっていうのは我々が知っておけばいいだけで、動きの中でそれを改善すればいい。こうやってどんどん動いていけば身体能力も上がるんですよ。ラテラルムーブメント、横方向へのムーブメント、スイングです。レッグスイング、トン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 、足を動かしたいんですけど、私は腕をうまく使ってバランスをとっています。こう真ん中でいいよ、でゴーいいよ、真ん中で後ろまで膝伸ばして、曲がりすぎないように、そう気をつけてね、足当たらないように。そう、ただ筋を上げようとするアプローチ、コントロールするアプローチ、それだけです。左足、ウォーミングアップですけど、こんなの一般の人にやったら大変なことになりますよね。もうこれだけで一つの大きなエクササイズですね。ナイスですね。動作経験があるんですね。コントロールがレベルが違いますね。とにかく自分の体の主要部分としている関節で優先順位が高いのは胸郭周りの肩甲骨胸郭関節です。胸周りの関節
関節と股関節、こいつが2つが腕を動かす、足を動かす付け根になるので、あとは末端コントロール、末端コントロール、いろんなコントロールってことになります。こいつもかかとコントロール、かかとバックキック、ハムストリングスの筋肉、太ももの裏の筋肉が収縮するから足が上がるわけですね。かかとがお尻につくわけですね。動きの中でそれを出す。ありますね、膝が外に向いてるな、関節可動域が出てきますよね。動きはすごくその人の身体能力を出してくれます。全身を使っていく側関節、右足がかかとつま先、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 かかとの先っぽ、こう、かかとつま先、ナイス、こう、どっちも自分の思い通りに動かせることがいいですね。左足、かかととつま先動いてない、側関節極端に左になると悪くなりましたね。つま先先っぽ、そうやろうとしていることを動きの中でかかとつま先抜けて、関節は使わなければ錆びる、ドアを使っていないドアは動かなくなってギシギシ言ってくる。なので動いて動かして動かして、少しずつ潤滑剤を、気温を上げることによって潤滑剤を吹きつけて少しずつ錆を取る、これ錆取り作業の段階です。そこから身体コントロール、キレ、速さ、スピード、キレとかスピード、瞬間的な力発揮、足の裏がつく瞬間に力発揮っていうような形で、アップの中でこの選手たちや今の、やってくれてる方たちの身体能力を少しずつ上げていくことに時間を使ってもいいんじゃないですかって。そのためには、トレーニングコーチがいなくちゃいけないんですけど、言葉でも全然いいと思うんですよ。トントンやってみてっていう形でもいいと思うんで、身体能力ができる。で、今空間の中で動かしていきました。私は股関節は重要なので、股関節だけはアップの中で今空間で動かしてきた。自体重を扱っているので、股関節はスクワットポジション、ワイドポジション、ランジポジションというこの3つのポジションで力が入ることだけはアップに入れています。アップに入れています。やるべきことは折れるだけです。折れるだけです。こいつが折れるだけ、こうなったりこうなったりすることなく、もうここまで来たら目で見える、目で見れると思うんで、目で見たものを動きで表現するだけ。折る、リズムの中でストン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 、まずは股関節を折りなさい、折りなさい、はい、ゴー、10回でいいです。1、そう、足肩幅のまま股関節を折るだけ。そうです、キープインジン、3、いいですね。少しお尻を突き出すぐらい、そうです、そう、折って、あと3センチ下げ。私が伝えたことに対して必ず聞いたら動きで返事をしろ、動きで返事をしろっていう言葉を使います。動きで返事を、野球部、はいってしか言わないですよね。野球部、はいって言わないです。野球部、はいって言えば、お、分かってるのか、はいって、分かってないのか、はいって言うんですね。それはただの、見せかけの返事になってしまうんですけど、動きで見せなさい。もう少しお尻を下げて、胸を前に、目線を前にって言われたことに対して、聞く能力を上げていかないと、動きが変わらないですね。股関節、これだけ折れてれば、同じように見えるかもしれないですけど、意識が違う。股関節が折れているこのポジション、低いポジションで地面を押せ、エクササイズスクワットではない。雑誌に載ってるスクワットはかかとで膝が前に出ないように、膝に負担がかからないようにお尻を後ろに下げなさいなんですけど、これエクササイズスクワット、我々はパフォーマンスを上げたいので地面を押すことなので、多少膝が前に出ても全然問題ないです。膝を痛めることはないです、ないです。地面を押すんです、地面を押す、地面を押すんです。もっと押す、そう、地面を押す、ボトムポジションで、低いポジションで、そうやろうとしてる、ナイス、そう、地面を押す、狭いまま、ガン押す、ガン押す、ガン押す、そう、足の裏全体にしまう、足の裏全体にかかとかじゅうになって、意識が変わればやってることが変わってきますよね。今ボトムポジションで地面を押せ、地面を押せ、もしくはこれちょっと難しいテクニックになるんですけど、このリズムの中で早く落下しろ、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 
今度は力を抜いて自分の体を落下させるという上下の技術。ゴー、期待してるよ。いいね。そう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 、あっそう、もっとそう、まあゆっくりよ、移動スピードゆっくり、そう落ちる、そう落ちる、そうです、そうです、その意識です。これは力を抜かないといけないですね。脱力して自分の体を、これ罰銃という、武道では罰銃という言い方をします。私はドロップという言い方をします。そうです、これ非常に難しいんですけど、力を地面に加えるときは自分の体が落ちないといけないですね。移動するときもスタートするときもパンチを打つときもボールを投げるときも地面に力を加えなくちゃいけないんですけど、地面に力を加えるとこう矢印がいくんで体って浮いちゃうんですね。浮いちゃうんですね。浮いちゃうので、どっちかって言ったら下げながら、下げながら力を加えるっていう技術が必要になってくるので、難しいので、もうアップの中で、アップの中で入れちゃう、入れちゃう、そんっていうことはよくやる。落下の技術と力発揮のタイミングは違います、うんうん、今度は地面を押してジャンプ、ゆっくり少しずつ入れよう。そう、これ股関節です。今側関節で飛んでます。股関節、股関節、そう、さすがですね。頭ついちゃうね。そうそう、見えてきてますかね。そう、これ干渉して、うん、これがスクワットポジション。3ポジションで力が入らないといけないので、入らないといけないっていうのは、お尻周りってめちゃくちゃでっかい筋肉だし、股関節をたくさん使った方が得なんですね。めちゃくちゃでっかい筋肉がお尻にはついてるので、このポジション、うん、このポジション、ちょっとお尻の上部線ですね、ここ後ろでストレッチが入る。必ず膝は小指方向です。小指方向、この状態でまずは下げていく、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 徐々にでいいですよ。まあ彼らは大丈夫です。さあ、膝外だ、つま先の外だ、小指だ。聞いて、聞いてるのが人の話。これ以上動かない。これはいい指導です。時には強い言葉を出さないと、こんなもんでいいだろうって思っちゃうんですよね。時にはお尻を使って胸を開いて、一人一人に対するアプローチをしてみてください。結構ここ使いづらい、使っていないので、地面に対して力を加えるんですよ。ぐるん力を加えろ。足の裏全体と、うん、指まで使って、ちょい膝開き気味でという言葉をどんどんかけていっていいんですよ。繊細になってきているので、このマットの下にある絨毯、うん、押し込む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 ぐらい、表面ではなくて絨毯を、もっと、もっと、そうそうそう、もっと、ぐん、膝開く、右膝、ぐん、ぐん、そうそうそう、胸を起こして、膝が、そうそうそう、そう、力ですね。アプローチの仕方で、やってることはそんなに多くの種目はやっていないですけど、やろうとしていることが違うので、身体に対する、体に対する刺激のレベルはどんどん上がっていきます。なので何をやるかっていうプログラムを書いて、なんか素晴らしい何 RM の何レップの何セット、レスト何秒で、これをやってますっていうプログラムを作ることが我々の仕事ではないさ。あなたがどうやるか、ただのスクワットをどうやるかを伝えていくのが我々の仕事であるし、それがいい指導につながる。作りたがります、作りたがります。YouTube 見ろって感じですね。はい、いっぱい出てます、うん、これいいんじゃないっていうですね。ダメなんですよ、どうやるかが書いてないんですね。どうやるか、今の中で地面に力を加えるときは瞬間的な力発揮では静止画じゃわからないですね。静止画だったらこれ写真撮ったら全部同じことやってるようにしか見えないです。もっと地面に対する力発揮を短く、ぐらつかないで、干渉しないで、わかりますかね、これ干渉です。自分の体に対して負荷をかけたくないので、うまくスポンジにしてるんです、自分の体を。これはレベルを上げるためには力発揮は短く強くが基本なので、バーン、力発揮はドン、動くっていうのはアクセントっていう言葉を使ったりしますけど、なので必ずここの時間を短く短く短くする取り組みをしないといけないんです。干渉しないでっていうためにはパワー値を上げろっていう裏の思いがあるわけ。パワー値を上げるためには瞬間的な力発揮、そのためには干渉しちゃいけない、ぐらつかないで、力
を加えたいのにぐらついていると、当然膝に対する伸断力、半月板に対する負荷もかかってくるんですけど、問題はパフォーマンスですね。まあ、パフォーマンスと障害予防は同率です。怪我をするっていうのは自分の体がコントロールできてない、パフォーマンスが落ちる、怪我をする確率が高くなる。力をグンと加えたいのに、これ分散してるんです。力が分散してるんです。グラグラするのは力の分散なので、パワー値は絶対にできるんです。最後左足前、左足前、左足前、左足で押してみて、横、横向き、そう、ふ、そう、そう、という言葉を使えただけで取り組みレベル上がります。ナイスです。ダッシュに入る、リアクション、速さに入るっていうふうなことを入れていって、ブワーッと心拍数を上げていくぞっていう状態でキャッチボールに入りたい、パス練習に入りたい、シャドーボクシングに入りたいという技術からプラクティスになるので、技術コーチに渡す、技術コーチに渡すということを普段、トレーニング現場でウォーミングアップして、これを10分15分でやってるっていう段階で、ね、スイムとって